はい、どうも皆さん、こんにちは、キです。今回もね、ポケモンアルセウスやっていきたいと思います。で、今回はですね、もう図鑑もいよいよほぼほぼ埋まりまして、この4体だけとなって、このね、今回はこの4体を、探しに行こうということで、やっていきたいと思います。で、その、4体を捕まえれるというクエストですね、任務がここから受けれるみたいなんで、やっていきましょうか。早速、ほい、ここから入ったらスタートなんでね。はい、ムービーが始まりましたよ。コギトさん、ウォーロが何をしでかしたか今教えてもらっていたじゃ、 いたのじゃ。うん、あやつのことは忘れろ。情念も過ぎるとおかしくなる。ただそれだけのことよの、ウォーロね。ところでそなた、ポケモンの調査とやらは進んでおるのか。まあ順調、まあ順調よ。あと4匹、あと4匹よ。翡翠にはまだまだ面白いポケモンがおるんじゃ。ふう、どのポケモンについて話をしようかの。お、これこれこれ、トルネロスとボルトロスとランドロス。全部聞きますよ。トルネロスは大嵐を巻き起こしながら四方八方を飛び回るポケモン。純白の糖度が吹雪ならトルネロスもいるかものと。ふう、あ、そうそう、なんかね、特定のお天気じゃないと出てくれないポケモンらしいですね、今回は。で、ボルトロスは雷を落としながら四方八方を飛び回るポケモン。群青の海岸が豪雨ならボルトロスもいるかものと。なるほどね。で、最後ランドロス。ランドロスは畑の神様と呼ばれるポケモンと。黒曜の原野で見かけれるらしいと。一つ捕まえてくれるのかの。ということで、3体のポケモンについて情報をいただいたんで、時空の叫びに反応したのか、はたまた気まぐれで姿を見せたのか、嵐を起こしたり雷を落としたりと、また旗迷惑だろうが自然には必要じゃ。詳しいことはその他自身で調査せいと。ランドロス、トロネロス、ボルトロスの図鑑を完成させたなら声をかけるんじゃと。そう、今回はね、3体を集めるだけじゃなくて図鑑も完成させないといけないと。あのレベル10までね、おのおのやらないといけないんで。で、その、先にね、もう1体が見えてくるということなんで、まずはこの3体を捕まえるというのがまずね、第一関門と。で、第二関門がそれらを、完成させると、図鑑を。じゃあどっから先に行こうかな。純白の糖度でいいか。 OK でね、何やったっけ、吹雪か。そうそうそう、トルネロスは吹雪ということなんですけど、これ吹雪判定なんかな。もう結構もう雪降ってるけど、ちょっと行ってみるか。じゃあなんかこれで吹雪判定やったらすごいありがたいけど。で、トロネロスはなんかね、ここら辺におるらしいです。鬼氷とかがおるとこになんかいるらしくて、追ってほしい、追ってほしいよ。まことに追ってほしいけど、鬼ゴールしかおらんか。これは吹雪とは呼ばれへんのかなっていうこと。あ、そもそも、あ、でも昼は昼か。雪の王はおるけど鬼ゴールはおらんもんな。あ、鬼ゴールちゃうわ、鬼氷はおるけども、雪の王とかね、トルネロスはおらんと。うーん、きついな、きついから、ちょっと待つか、寝て。そうするしかないよな。 OK、 じゃあ待ちましょうか。ベースキャンプに戻って、で、ただただこう寝て待ちましょう。昼まで寝て、で、もう寝ちぎると、寝ちぎって寝ちぎって寝ちぎるということをしていけば、いずれ吹雪になるんじゃないかということで、じゃあ吹雪になるまでスキップしましょうかね。あ、待てよ、これも吹雪、これ吹雪かな。吹雪判定がさ、どういうもんなんか分かれへんのよな。え、でも吹雪っぽくないこれ。え、めっちゃ吹雪っぽいんやけど。あかんこれ。
俺やったら合格点与えれるぐらいの不服やけど、ここら辺におるんじゃないの。あっ、おった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 、ありゃ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 、おった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 、どうしようどうしようどうしよう、落ち着けよ。もう一気にギガトンボールでいこう。もうこれは出し惜しみせずに、うわ最悪や、親分ポケモン、うわ最悪や、なんか見つかったし、誰に見つかった、うわなんで親分鬼氷2体もんね。ちょっと待って、こいつらやるか、先これ先やろう。よし、こいつら邪魔やから。何、先制攻撃、オーバーヒートと OK な。親分の近くっていうのがまた面倒やのにな。 OK、とりあえずクリア。でこいつら邪魔やな、ほんまに。うわまた見つかった、見つかった。あ、こういうね、邪魔するやつらは最初に倒した方がいい、絶対。じゃないと、いざね、あの子と対峙するときになったときに、こいつらからね攻撃を受けてひるんだりして、せっかく捕獲のチャンスができたのになくなっちゃうとかいうのが結構あるんでね。うわ最悪や、めっちゃくっついとる、よりにもよって、よりにもよってよ、ほんまに。あ、これさ、ギガトンボール投げたらいいんじゃん。あかんか、見つかりたくない、見つかりたくないわ、めっちゃ。 OK、 これで捕まってほしい。あー、くそ、バレた、バレたバレた、やば、くそ、うわ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 、もう、そう、こういうことになるんですよ、こういうことになるから嫌なんよ、この子ら。ほい、ちょっとあの子にポケモンボール投げたい。さ、頼む、やばくない、あの対策、やべ、ここで死んだら終わりやって、マジで元も子もない。なんかウィングボール投げた方がいいんかな。ウィングボールやったら長距離でもスナイパーみたいな感じで狙えるから、狙い撃ちできるから。あ、ジェットボールあったわ、そういえば。フェザーボールとジェットボールもらってなかったっけ。あ、もらってないんかい。フェザーボールでいいや、じゃあ、フェザーボールはこれか。 OK、 いくよ。ほい、あ、当たってない、当たってない。あー、移動する、移動するよ。ちょ、モブがマジで鬱陶しい、邪魔。おっ、何、お、 OKOKOK、 ちょ待って、ちょ待って、逃げんといて。おっ、くそ、もうマジで邪魔やわこいつら、モブがほんまに邪魔。なんかストームみたいな、あれ何あれ、わけ分からへんねんけど。おい、え、おら、今や、今や、今や、あかんの、あかんの、もう邪魔やわ、もうこいつ、おお、配置が悪い、配置が、おら、あかん、オッケー、いけた、いけた、いけた、オッケー、やっと対戦できた、ここまで持ってこれたら大丈夫。よし、あとはもう投げるだけと。あ、どうしようかな、一応暴風でちょっとダメージ稼いどいて、倒すなよ、倒すなよ、おい、弱っ、ちょっと待ってよ、倒すなよ、 OK、 お前も倒されんなよ、 OKOKOK、 でハイパーボール、いけ、これいけるやろ、さすがに。あ、でもよかったよかった、スッと、おお、まあ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 、そこはね、力技、暴風しかやってけへんねんな。 OK、 まあもしかしたらこのトルネロスの図鑑の完成のタスクが暴風の可能性もあるんで、まあやらせといたらいいわ、やらせといてタスク完成をこれで稼いどくと。でこっちはこっちで、まあひたすらボールを投げ続けていつかは捕まえれることができるというね、一石二鳥、うん、一石二鳥やけど、ポケモンはすごい被害を受けてるというね。OK。さあ、捕まえろ。あー、え、なかなか耐えるな。噛み砕く。
あ、強っ。ちょっと待てよ、もうほんまにギガトンボールでいこう。もう君は許さん。もうギガトン、もうがっつり捕まえに行くよ。もう容赦なし。おっききた、ギガトンボールにした途端に捕まえた。よし、ナイス、トルネロスゲット。いいね、いいよ。天気もしっかりと味方をしてくれたんで。で、ちょっと調べてみようか、トルネロスの。あ、なるほどね、木枯らし嵐やって。まあこれはね、図鑑完成の方はちょっとはしょりたいと思うんですけど、とりあえず3体を全部集めたい、とりあえずね。 OK で、トルネロスクリアと。で、あとはあれよ、何やったっけ、バルトロスやったっけ、どこやったっけ、群青の海岸やったっけ。そうそう、群青の海岸に行ったらいいんや。で、それもそれでなんか嵐の時にしかあかんみたいな言うとったんで。あ、ボルトロスか、バルトロスじゃなくてボルトロスや。海岸ベースで、海岸ベースで、なるほど、あの手の形のここら辺らしいから。 OK、 とりあえず だいたいこれやろう。で、こんな晴れやかな感じだったらあかんから。 OK、 よし、これで寝まくろ、寝ちぎろ。よし、じゃあこれもというかね、雨とか嵐になるまでカットかな。お、これは、これは判定はなれへんかな。嵐来そうやけど、嵐来そうやけど、あかんか。おお、やっと降り始めた。ああ、あのね、なんか寝ても覚めてもね、なんかなかなか雨が降らないんで、ちょっと放置してみたらやっと雨降ってきたんで、よし、じゃあこれでいきましょうか。これで出てくれるはず。ちょっと近すぎるから、ちょっと生まれることがちょっと時間かかっちゃうかな。あー、そうよな、やっぱちょっとどうしようかな。一回ワープして戻ってくるか。これで砂浜ベースに、でロード挟んどいて、でこっちに行こうと。で、こうやってやってる間に時空の歪みとか発生してくれへんかな。時空の歪み結構ね、レアなモンスター出てくれるんで。さあどうだ。え、これ嵐やぞ、これ嵐というか雨やけど、こう、ん、おらんけど、 おらんけど、これあれかな、陸じゃない、もしかして。もうちょっと泳いでいかなあかんか。ちょっと波乗りで行こうか。こう、おるかね。お、おっためっちゃおった、めちゃくちゃおったやん。え、どうするんあれ。ちょっと待てよ、フェザーボールで、あ、見つかった、見つかったか。じゃあもう結局連発するしかないか、モンスターボールを、ポケモンボールをね、もう当たるまで連発させると。おい、どないやねん、こいつの、こいつらの攻撃の癖よ、もう。え、どう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 って聞いても意味ないけど、いつになったらこれ、ほら、おおお、どういうこと。ちょっとさ、泥爆弾投げて、泥爆弾じゃないわ、そんなアイテムないわ、泥団子投げてみるか。泥団子でひるませることができたならば。遠いな、どこまで行くねん。やばいやばい、まずい。どうだ、お、あ、いけたいけた、あ、泥団子でいけるんや、よかったよかった。無駄にめっちゃ投げてもうた。 あかんのかい。は？マジか、殺されたんやけど。いやー、やっとったわ。あー、もう探すのめっちゃ大変やった、こいつ。
ほんまにもう一回戦わなあかんの嫌やな。てか戦うってまだ戦うとこまで行ってないんか。ちょっともう早く捕獲して終わりたい、こいつの任務。おらおら、ほんまにね、ちょっとゴリ押しで行った方がいいんちゃうかなと思いますね、こいつらに関してはね。ちょっとおら、オッケー。え、あかんの、ほんまにね、ややこしい。攻撃もね、動きも。ロックオンしたいのに周りのギャラドスもおるから、もうほんまに配置やらしいねんな、こういうとこ。ほっ、くそ、やっぱ攻撃の後突きが一番チャンスやろな。やねんけど後突きがねめちゃめちゃない、こいつに関しては。オッケー、おーし、おーし、やっとや、やっと対戦までこいつけた。うん、やっぱり泥団子よりも対戦にこぎつけてからの方がいいな、手堅い。やっぱり逃す心配がないから。よし、あーよかった、マジでこいつマジでやばかった。ボルトロス、あの一回あの失敗してからもう1時間半ぐらいかかかったんですよね、もうなかなか見つかれへんから。いやほんまにやばかったわ。いやいやまあでもその分ね嬉しいんですけどね。よーし、じゃああとはランドロスかだけやな。いやもうほんまにやったよ、ほんまによかった、もう安心したわ。なんかね一応出る条件が嵐なんですよね。で嵐なんですけど、僕いつもその雨降ってる時も嵐やと思ってて、あの雨と嵐って厳密に違うんですよね。なんか雨はただ雨なんですけど、嵐はこう突風も吹いてないといけないっていうね、ちょっとそういう細かい設定が分かれてまして、でね、なんかあれ嵐やのに全然あいつおらへんなみたいな、バルトロスおらへんなみたいななってて、そうそう、ほんで俺のゲームだけバグってんちゃうかなっていうのがねちょっと思ってたんですけど、なんとかねバグってなくと、ただ単に嵐じゃなかったというだけでしたね。皆さんもね気をつけてください、嵐じゃないんでね、あの雨はもうずっとね、あの雨や、あ嵐や思ってね、雨の中ずっと探してたんですけど、いやー騙されたわ、ほんまに長かったここまで来んのに。めちゃめちゃ難しいなこいつら、ほんまに。まあでもあとは陸のランドロスだけやから大丈夫やろ。あ、ここやろ、ここら辺って聞いたけど俺は。あ、おった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 、よかったよかった、行った。そうこいつのこの竜巻攻撃がほんまにやばくて、で攻撃された瞬間はあの乗れないんですよね、ライドポケモンに。めちゃめちゃ立ち悪い。どうしようかな。まあほんまにね、あの攻略法としてはもう無理やり投げつけるしかないんやけど、どこ行ったあいつ、あいつどこ行った、おっと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 、でジャンプして、ちょっと待てよ、ジャンプして、待て、オッケー、今オッケー、あ、間違えた、モンスターボールじゃない、モンスターボールじゃなくて、ちょ動き早すぎやって。オッケー、ほら、あかんか、うおー、オッケー、え、今のもあかんの、じゃ判定がねよくわからないこいつの。オッケーオッケー、今までで一番攻撃はかもやな。よっしゃ、オッケー、対戦までこぎつけたらこっちの勝ちよ。もうよし、お前もギガトンボール行きや、もう懲役100年の刑や、やったでギガトンボール。さあ、おお、なかなかしぶといではないか。熱さの嵐やって、聞かんやろ、おお、抜群やった。いや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 、やめてー、そこはやめてー。
強っ、え、ちょっと待って、え、結構強いな、どうしよう、こいつと相性のいいやつ、ギラティナ、ギラティナ出してみようか、頼む、ギラティナで耐えて、ギガトンボールで、さあ捕まってくれ。もうここまでもう何分かかったと思ってね、かあ、あのね、これね、こいつら結構すばしっこい割には弱いんで、ちょっと攻撃したらすぐ死んじゃうんでね、うつえ、どうするよほんまに。じゃあ竜の波動とかした日にはなんか急に死んじゃってまためんどくさいことになったら嫌なんでね、頼む、死なんといてくれよ。あー、なんかと微妙やな、なんか割と効かんかったな、頼む、頼むぞ、頼むぞ、信じてるぞ、お前を、お前を信じてる、オッケー、おー、よっしゃ、やっと3体ゲットした、オッケー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 、戻ろう、もうすぐさま戻ろう、よしよしよし、で、博士に報告と、オッケー、よっしゃ、やっとや。で、あとはこの3体をまずはあれですね、研究レベルを10に上げるまでやらないといけないと、じゃないとあの残りの1体を捕獲できるとこまでいけないということで、で図鑑がそうですね、あと1体ですね、よし、じゃあこの3体を、手持ちに加えて、ポケモン図鑑ね10まで埋めたいと思います。じゃあそこまでカットで、よし、あのあとね、ようやくこの3体ともレベル10、つまり、完成ですね、図鑑完成しまして、ガラナに報告できる段階まで来たんで報告しましょうか。おい、違うわ、 T セットに話しかけてもだ、ガラナ、ふう、来たのか、よっしゃ、ランドロス、トルネロス、ボルトロス、3匹をよく捕まえたの、捕まえただけじゃありませんぜ、レベル10にしましたよ。本来であれば自由に飛び回らせて おいて良いのじゃが、時空の裂け目が開いたでな、影響が収まるまでおとなしくさせておきたくてな、さらに話は続くのじゃ、実はの、ほう、何ですか、まさかもう一匹おるのじゃ、いいね、参れ、え、おう、え、なんや、こっちから向かってくれるんや、こっちから、うん、こっちからじゃない、あっちから、あーい言うて、ラブトロス、春の神様とも言われるポケモンじゃ、へえ、特に悪さなどせぬが図鑑を作るのじゃろう、捕まえるといいぞそんな軽々しく、いつもはグレンの湿地あたりを飛んでおるだろうし、え、いや、行ってまうんかい、え、どこ、な、何を、これは、あ、とりあえずラブトロスを捕まえていけと、捕まえに行けと、そういうわけ、 OK、 そしたらラブトロス捕まえて終わりやな今回は。あ、やっとやな、グレンの湿地って言うとった、グレンの湿地、ほい、グレンの湿地どこら辺おんねんの、まあ一応いろいろ探しときゃ見つかるでしょ、そのうちね。なんかどうやらここら辺におるらしい、シンク沼っていうんかな、こっちか、さあ追ってくれよ、スッと頼むぜ、スッと捕まえたいよ。あー、でもあれか、そうか、こういうタイプのやつは捕まえにくいんや、思い出した、トラウマやわ、どこや、あれ、あった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 、オッケー、じゃあもう行くぜ行くぜ、おーら、おい、オッケー、ほい、そう、判定がよくわからんねんな、痛い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 、こいつの竜巻マジで鬱陶しいからな、うっ、しかもうわ、あべこべのやつやんけ、くー、なかなかややこしいぞこれも、あー、やばい、やばい、これはちょっと一回逃げるか、
やばいやばい、まずいまずいまずい、これはまずいよ。これいけるか、もしかし、もしかしてあかんか、これこれまたやられるか。一回回復待とうか。え、回復待って、なんか主人公用の回復薬みたいなのできたらええのになと思うんやけど。ほいほい、でこう。じゃあお前ちゃう、お前ちゃう、なんでやねん、誰やねん、スカタンクやんけ、ステミタック。うわ、しかも なぜに先制攻撃してくるかわからねえ、やめてくれ。もう俺はラブトロス一択や。うわ、オッケーオッケーオッケー、えな、ちょっと待てよ、めちゃくちゃややこしいな。ほい、あ、オッケーオッケー、いけたいけた、やっとやわ、ほんまに。よし、じゃあもうこのまま、ちょっと待てよ、なんか弱らせる。あー、そうか、効果抜群か効果なししかないから、ちょっとそれ厳しいな。じゃあ爆風にいい感じにあれしてもらおうか、傷を負わせてもらって火炎放射でいこう。死なんやろ、さすがに死なんやろ。オッケーオッケーオッケー、危ない危ない、え、早技噛み砕く。うわ、分かってやがる、こっちの弱点を。しかも2連チャン、くぅ。まあでも大丈夫、もう捕まえれるやろ。オッケー、頼むぞ、君で最後やからな。いけ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 、あかん、なぜに、しかも怒り出したよこいつ。しゃあないな、もうギガトンでいくか、ギガトンボールでもう無理やり捕まえるか。そうするしかないよな、もう。よし、レントラ行かせて、さあ、あ、ギガトンボールやな、オッケー、ギガトンボールで捕まえると。さあ、行け行け、頼む、捕まえろ、オッケー、行け。なんでやねん、なんでやねん、そこはすっと捕まらんかい。春の嵐、おほー、強、春の嵐強。ギガトンボールもう連発や、もう捕まるまでやってるからな、早く捕まってくれ、頼む。なんでやねん、おかしいおかしい、それはおかしい、怒るなよ。何こいつ、なんかめっちゃしぶといんやけど、なんか絶対捕まらん設定とかあるんか、そういうわけじゃないよな。最後の最後にして、まあそうか、最後にふさわしいあれか、捕まりにくさって感じか。いいよ、まあこっちはね、ギガトンボールなんぼでもあるんでね、まああと30個ぐらいあったらいつかは捕まるやろ。さあ、あ、オッケー、ようやくラブトロス来た、よっしゃ、おお、え、これでさ、もう全部埋まったすげえ、全部埋まった、やるね、オッケーオッケーオッケー、もう全部よ、もう全部が全部捕まえちゃったよ。さあ、ポケモン一匹捕まえて報告しちゃいまして、はい、素晴らしい。で、あとはそうやな、この子もあれしたら、ランク10に上がったらポケモン図鑑の完成。これはある意味ハッキー図鑑と言える代物です。ハッキー図鑑って言っていいの。そして君がこの世界に落ちてきた時に受け取ったメッセージ、全てのポケモンと出会いという目的を達成したわけですね。君はどこに行くべきなのですか。あの神殿ね、天眼山神葉神殿、翡翠地方で最も天、すなわち宇宙に近い場所です。そこで何が起きるのか科学者として非常に興味がありますが、これは君の冒険物語です。君だけで確かめるべきですね。オッケーオッケーオッケー、いや嬉しいわ。君は神葉神殿に向かう、僕は図鑑をさらに精査する、お互いのやるべきことをするのです。さーて、全てのポケモンに出会い、神葉神殿の祭壇で笛を吹くと、ようやく来ましたよここまで。
じゃあ一回村まで戻りましょうかね。おい、いやーよかったよかった、ほんまに長かったよ道のりが。よっしゃ、そしたら今回は一旦ここで終わりたいと思います。はい、で次回はね、アルセウスついに会いに行きますよ。戦いに行くんかな、戦わなあかんのか。一応ね、このパルキア、ディアルガ、ギラティナというね、もう豪華3点セットを用意していくんで、まあ勝てるのは絶対間違いないと思うんですけど、はい、で、ぜひね楽しみにしてください。まあ、すぐにねまたアップすると思うんで、続きはね。では皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.